アシナの国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。井戸底におるあの忍び、特に枷などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、そなたの体。その後。あの世のこと。はい。いや、今は。御意。堀沿いに進んだ橋の一心様より、まずは、その見つけたらそうだな。足の歯笛で、あ、ほら、昔、その音を頼りに。
これを巫女様に。それはあの時に。そうか、気づいていたのだな。持っていていただきたいのです。だがこのお守りは今までそれを超える苦難など。だからできればこのまま。もわかりました。今しばらくお預かりしておきます。うむ、そうしてくれ。そなたが持っていてくれるならば私も安心だ。堀に沿って進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。このアシナの城を脱する。見つけたら合図をくれ。アシの羽笛を。狼を。その。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。
この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは。いや、懐かしいと思う。さあ、参ろう。行こう。行こう。ここを抜ければ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の源一参る。
忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。